はい、休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校本日は2020年5月9日です本日は中日教科書の第6章の確率その12つのサイコロの目の出方の確率というのをやりますでここにあの大きなサイコロと小さなサイコロの出た目の数というまあ、表が書いてありますけど本日はこういう話をしていきたいと思います私はあの船橋市議で予備高校師の朝倉と申します 市議としての新型コロナウイルス関連の発信は、朝倉らきある公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。で、私たちはまあコロナの危機の中で学校休業ということになってるんですが、3月の16日にコロナを乗り越える数式のも思いつきましたので、ご紹介しておきます。コロナ、苦労と苦闘で割り、乗り切れば幸せの数字、ラッキーセブンとなるということで、頑張ってまいりましょう。 えっと、中学の数学カリクラムはこの流れで学んでいくんですが3月の休校で学べてないのがこの分野そして4月5月の休校で学べてないのがこの分野ですのでこれを重点的にやってまいりましたでここ終わり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 本日この中2の、えー、3月あたりに学ぶ確率の2回目ということになりますはい、えー、それではまず昨日の確率の確認をしておきたいと思うんですが えー、順番あるいは同時に複数のことをする時に考えられる全ての場合を、あのー、こういう木の枝のように、えー、描いたのが樹形図と言います例えばサイコロ、えー、2つ振る時の、まあ、1個目のサイコロ、えー、の、えー、目の出方が6通りあって。 でその6通りについて2個目の、えー、最高の出方が6通りありますのでこういう、まあ、木の枝が分かれるような樹形図が、えー、こういう図が書けるんですねただこれはあの樹形図を、えー、正確に書けば、あのー、確率というかその場合の数が求まりそこのうちいくつかがその場合に相当するかで確率が求まるんですが非常に大変ですということでえー、っと この、えー、サイコロの問題について実は千葉県の公立高校入試では非常に、えー、たくさん出まして、えー、これが確率を考える例で非常に分かりやすい例なので、えー、ちょっと考えてみましょう,こう今日4問やりながら考えていきたいと思いますで、えー、まずこれ2018年度の問題です、えー、大小2つのサイコロを同時に投げるときこれが大体あのよく、えー、出る問題なんですねで出る目の数の和が素数になる確率を求めなさい ただしサイコロ投げるとき1から6までどの芽が出ることも同様に確からしいものとするということです。さて、樹形図を書いてもいいんですが、樹形図大変だということで、どういうふうに考えればいいでしょうか。はい。じゃあちょっと YouTube 見ている方は実際に挑戦して目から見てください。こうするんですね。で、実は大きいサイコロの出た目の数を1から6まで、例えば横列。 小さい最高の出た目の数を1から6まで6列書きますでそして、えっと、そこにこ出た目の数の和をそれぞれのこの5番の目の例えば1と2の出た目の数は3ということを足していくんですねでそうするとこれきれいにここが2ここが3ここが4というふうに出てきましてでその中で素数は235711素数っていうのは 2以上の自然数で自らとその1以外に約数を持たないつまり他の数では割,割れない数字のことですけど235711ですので,でそうするとこれ全部数えていきますと36マス分のこの15マスがこの、えー、条件を満たすんですねでそうすると36分の15ですので約分して12分の5ということになります。はい でこの5番の目のように、縦横16のマスを書いていけば、基本的にこの2つのサイコロの問題というのは解けるんですね。それでは次に、また2015年の問題です。大小2つのサイコロを同時に投げるとき、出る目の数の積ですね、今度は掛け算です。が30の約数となる確率を求めなさい。ただしサイコロを投げるとき、まあ、これはあの1から6まで同じ確率で出るということですね。 さて、えっと、それでは、30の約数というのはどうだろうかということを考えながら、問題を解いてみてください。YouTube を見ている人はここで止めて考えてから見てください。はい、それでは、えっと、まず、30の約数というのは、30は素因数分解すると、2と3と5ですので、まあ、その、えっと、2そのもの、3そのもの、それから5そのもの、それから、えもともと絶対約数としてある1。 それからそれぞれ2つをかけたものそして最後3つをかけたものということになりますので約数はこういうことになりますそれで一方その1から6をかけたその36万のマスのかけ算の値を書いていくんですねそしてこの約数に当たるものを全部丸を打って確認していきますと36分の17ということになりますでそうするとそれ以上約分できませんので36分の17が答えになります はい。で、じゃあ、また、えー、同じような問題。第、えっと、こんあの今度、この時えっと、2分のルート AB、大きなサイコロの目を A、えー、小さなサイコロの目を B とすると、2分のルート AB の値が有利数となる確率を求めなさいと。で、ルート AB が有利数ってのはどういうことなんだろうかということを、2分のルート2が AB なんだっていうのが、 のはどういううういいいこことととななんだだろうかということを考えながら見てくださいでまだルートを学んでない人はあのまた私があの無理数ルートについて説明した、えー、動画 YouTube にありますのでどうぞご覧ください。はい、えー、それでは考えてみましょう。でまずルートなんですがえっとルートが取れてい、えー、くためには AB が自然数の2乗、えー 12の2乗、2の2乗、3の2乗、4の2乗、5の2乗、6の2乗、6の 2, の 2, 乗,6の2乗になっていれば、このルート、えー、というのは、まあ、2乗してそのものになる数ですので、ルートが外れて自然数となるということで、こうなっていればいいと。で、そうすると、そうなるのはちょうどここ、あのサイコロが2つ、同じ目が出ること、これ、ゾロ目って言うんですが、ゾロ目の対角線の部分と、それからこの 1×4 の4の部分ですね。 ということで、えこれが、えっと、8、12345678になりますから、36分の8でえ9分の2ということになります。はい。えそれでは、これまで、えー、っと、サイコロの目の数の和と積、えー、を考えてきました。で、その和と積のこう全部埋め合わせた表がこれなんですが、 これについて何か特徴を感じませんでしょうか共通点とか対称性をぜひ感じてほしいんですねさて YouTube を見てる人はここで、えっと、こ,のこの2つの目の輪と目の席に共通するある対称性を、えー、ちょっと考えてみてくださいそれではいきますねで実はあの大きいえ輪と席は実は順番をひっくり返しても同じなので 例えば2 2 3 3も3 2も全部5になるんですねでそうすると,例え,、えっととまあ、例えば2プラス5というまあ例えば2プラス6という1と6プラス2という答えは一緒になるはずなのでこれとこれ同じ答えが出てきますそうするとここのゾロ目のところ同じ目が出るところを、えー、斜め線を引くとこれここに対して線対称なんですねちょうど、えー、反対側のところが同じ数字になります で実は積もえ順番を掛け算逆にしても同じなのでこう線対称になりますでそうするとこの線対称性に気づくともう少し考え方が楽になるんですね例えばこれさっき全部マスを書きましたけど、えっと、全部マスを書かなくてもこ,このゾロ目のところをきちんと書かなきゃいけないんですが片側だけ書くと例えばえこれとここは全く同じ答えなんでここは7ということがわかるんですねでそうすると、 この片側だけをきちんと数字を計算しておけばこっちは自然にもう分かってくるということです。で、えっと、例えば積の場合はこうでありまして、そうすると、安卓の薬の穴はここの対角線のところに1つありますけど、残りはこう対称性で、えー、探していけばいいから、ここら辺全部穴を埋めなくても答えが出るということで、対称性に気づくと非常にこれいいんですね。それではこの対称性というのはいつでも使えるかということですが、 今度は2019年の問題で考えてみましょうちょっとこれあのひ,ひねってる問題なんですが、えっと、大きいサイコロの出た目の数を A として A の時には右に進むように数直線上してるとで、えっと、B の時は、えー、左に進むつまりマイナスの方向に進むように、えー、移動させるとでそしてそ,その時に絶対値が2以下の範囲絶対値というのはの、えー プラスス2 2からマイナの間とということで、すねで。その時、どのような確率でそういうことが起こるかということなんですが、あのこういうことです。で、まず、絶対値が2以下というのは、2からマイナス2までの範囲ですので、移動した点がこういってこういって、結果的にここに来なきゃいけないということです。0かマイナス1かマイナス2かマイナス3かマイナス4に来なきゃいけない。で えっと、今度の計算は足し算じゃなくて A-B なんですね、えーっと。大きいサイコロの値を A として、小さいサイコロを B として、A、A-B になります。でそうすると、こういうことになります。えっと、この A-B、こっちが A として、こっちを -B と置くんですね。でそうすると、ここで、まあ、この1と -1 を足し算するという形で計算します。でそうすると、こういう値が出てきます。 でそうすると今度はさっきみたいに引き算ですから左右あのここの線対称にならないので、まあ、きちんと、まあまあ、基本的にすべて計算する、まあ、規則性はあるんですけどすべて計算をしまして、えー、条件に合うのはこの列とこの列と、まあ、あの足し算引き算の場合には、まあ、こういう斜め線で同じ数字が出てくるような、えー、特徴はあるんですがすべ、まあ、て書いた上でここを数えていきますと36分の20で。 5 9分の5ということになります。はい、えということで大きいサイコロの目と小さいサイコロの目を出した問題はこのように解くことができます。さてで大きいサイコロ小さいサイコロと書いたんですがそれはやはり最初に学んだ人があの、えっとまあ、びっくりしないようにこう大きいサイコロ小さいサイコロとしたんですが これはの別に大きさが同じでも結果的には同じことになりますので、まあ、結果的には同じ形になります。はい、ということで、えー、このサイコロ2つの目というのは36の、えー、樹形図ではなくて36のマスをきちんと書いてそのマスの中で、えー、条件に合うものを満たして36分のいくつかというのを数えていけば答えが出せるということで、えー、確率の問題として慣れるには非常にいい問題ですので。えー 慣れてみてくださいで明日はこのサイコロ以外の問題を考えながらもう少し確率を深めていきたいと思いますご静聴ありがとうございました